から、滋賀から、長い見ても広いね、やっぱり、あれが今日のリンゴなんですか。あそこから入場するんだ。向こうが入場するんだ。そうです、ね、まあ、自分の団体のあれとすれば久しぶりですけどね。そうですね、いやでも何回来ても広いドームは大きい。リングを見てちょっとまた新たな気持ちが出てくると思いますか、ね、まあ新たな気持ちっていうかもうね、とにかく今日もう、とにかくこの GHC するだけです。もう気持ちはもうそれだけです。メインで順と GHC をかけたかそれだけですね。相手は壊してみた。今ゴングが鳴りました。秋山どうする。顔面キック壊し、そして変形のタイガードライバー。12年前、まだまだ厳しい暑さの残る東京で、秋山と小橋は運命的な出会いを果たしました。自らの人生で一番苦しかった十数分間を共にし、プロレスラーとしての生きる道を示してくれた恩人に報いる時を今こそ迎えました。ノアの歴史を小橋に勝つことでスタートさせた秋山純、そして初のドームで新たな歴史を作るべく歩み出したメインのリング、秋山純。プロレスとは何か、プロレスラーとは一体何か。デビュー戦の時に小足から叩き込まれたあの痛み、苦しみが今の秋山純を形作りました。レスラーを辞めようと思ったこともありました。でも支えてくれたのもまた小足でした。今秋山が輝くのは小足健太がいるからこそ。その小橋が王者として目の前にいる今、ベルトをもぎ取ることこそが最大の恩返しとなります。腕一本、足一本は惜しくもない。秋山はこの12年間の集大成を今宵のリングで見せます。秋山純。誰よりもこのベルトに誇りを持ち、誰よりもプロレスに誇りを持つ男、小橋健太。絶望の淵から立ち上がり、ほとばしる熱き魂で掴んだ崇高なるベルト。剛腕を振り抜き、積み重ねた防衛回数は8回、そしてようやくたどり着いた決戦の時、戦いの舞台は東京ドームメインのリング。秋山純とのノア頂上決戦、小橋健太は自らの生き様とプロレスラーとしての全てをかける。2人にしかわからない世界、そして3年7ヶ月ぶりの宿命の対決、崇高なる絶対王者、小橋健太入場。小橋の腰に輝く GHC のベルト。このベルトが誕生した時、小橋は病院のベッドの上でした。自分には縁のないベルトかもしれない。レスラーとしてこの上ない寂しさをかみしめながら、
先にこのベルトを手にした秋山が、小橋には眩しくて仕方ありませんでした。今ドームにシルエットが浮かび上がりました。しかしこのベルトを手にした瞬間から、小橋には確かな自信と眠っていたプライドがよみがえりました。今ドームを見つめた小橋健太。今小橋が目指すのは完全無欠の絶対王者。その行方は今宵のリングで全て決まります。この一戦に臨む気持ちを小橋は覚悟という一言で表現しました。秋山が12年間のプロレス人生を全てかけて待つリング、秋山を正面から受け止め、なおかつプロレスそのものを背負って立つ覚悟、ノアの王者であると同時にプロレスを守る最後の砦として、小橋は絶対王者でなくてはなりません。小橋と秋山にしかわからない世界、それを披露するには最高の舞台が整いました。誰も立ち入ることのできない世界を今宵3年7ヶ月ぶりに解禁となります。秋山のマスリングに今ベルトに腰を巻いた小橋健太が立ちました。ノア初の東京ドーム大会、そのメインを飾るのはノアの主将 GHC ヘビー級のベルトをかけたこの小橋、そして秋山、3年7ヶ月ぶりのタイトルマッチ、その一騎打ちとなります。ノアが旗揚げしてから4周年、その一つの船出の成果を試される今宵の東京ドームのリングです。さて放送席には高山義弘選手、そしてスペシャルゲストとして掛布正幸さんにお越しいただいております。まず高山さん、一レスラーとしてこの小橋と秋山、この一戦どういう意味でいきましたか。いや単純に楽しみだよ、ね、楽しみに見ていきたいと思います。さあ両者がコールされます。小橋がいるからここまで来た秋山純。我がコーナー GHC ヘビー級選手権者270ポンド小橋健太。秋山がいるからここまでベルトを守った第6代王者小橋健太。ノア初の東京ドーム大会を締めくくるのはこの2人のシングルです。さて掛布さん、はい、まず最初のこの2人の表情を見てどうですか。なんか目つきがですね、ちょっと怖いぐらい鋭いですね。そうですよね、ちょっと楽しみです。私も一ファンとしてですね、一ファンとして最前列でご覧いただきます。2000年の12月以来3年7ヶ月ぶりの両者のシングルマッチ、通算14度目、ノアになってから3度目です。さあ舞台が整いました、東京ドームメインのリング。小橋と秋山にしかわからないこの世界を、この6メートル四方のリングの中でさあ見せてもらいましょう。簡単には組みません。秋山にとっては92年の9月後楽園ホールでのデビュー戦の相手。さあ胸を出した秋山、お互いまず一声ずつかけました。小橋とのシングルマッチで自らのプロレス人生が始まった秋山純、そして小橋にとっては初めて自分よりも若い選手との対決でこの秋山純の存在を知りました。スタンディングのヘッドロックに入ります。ショルダータックルは相打ち、逆水平は避けません。右はかわした、ショルダータックルまだした前打ちだ。おっと今度はロックアップの体勢を小橋が作りました。こうしました秋山純、胸を合わせます。オレンジのタイツを履いていた小橋健太、そしてブルーのタイツを履いていた秋山純、あれから12年の歳月が流れました。新たな船出プロレスリングノアのメインイベントのリングで、小橋と秋山がヘビーのベルトをかけて3年7ヶ月ぶりの対戦になりました。小橋の要求した力比べにあえて応えた秋山純。切り返して取り返しました秋山です。膝をついたのは今度は小橋です。
今宵通算9度目の防衛戦を迎えました小橋健太です。まず高山さん、まず素直に楽しみだといった最初の一言がありました。この立ち上がりのおそらく緊張感もあるでしょうが、どうでしょうかこの2人の動きは。まだこれじゃあね、この部分じゃ別にっていう感じが、まだまだ、ただまあ、このドームに集まってるファンは、もうぶつかり合う一瞬一瞬でもう酔ってるよね。そうですね、まさにその緊張感一挙手一投足に目を注いでおります。武さん、はい、やはり緊張感ありますよね。初めてのドーム大会ですからね、この2人の勝者っていうものはこれからの背負っていくわけでしょ。そういうことになりますよね。そういう意味でこの試合ってのは大きな試合になりますよね。もうあの5年目以降のこれはターニングポイントになりますもんね。そうですね、はい、と思いますね。逆水平は全く受けない秋山純、ハイキックをかわした小橋がダイビングショルダー、秋山がジャンピングに箱にヒット。さあ一発出せば一発返す。お、場外戦を先に仕掛けるのは秋山です。落とした小橋、いや小橋はすぐさま戻りました。あくまでも戦いはリングの中です。それがいつもの小橋のスタイル。去年の3月1日日本武道館で三沢からこの GHC のベルトを取りました。以後8度の防衛に成功して迎えた今日が東京ドームのメインイベントです。高山さん、高山さんはこの小橋にとっての8度目の防衛戦を相手を務めたわけなんですが、この4月の対決、改めて小橋健太、そのチャンピオンとしての小橋はどういう存在でしたか。まあ、一言で言えば丈夫だよね。丈夫あの決して器用なタイプではないんだけどさ、はい、うん、やっぱ丈夫だよ。俺があんだけもうバカ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 蹴ってね、そうでしたよ、ぶん投げて、最後に立ってるんだもん、それは認める、そして掛布さん、はい、その高山選手との試合では最後にムーンサルトを4年ぶりに出したんです。そうでしたね、膝を5回手術した人間がとても出せる技ではないとは思うんですが、それをあえて高山選手との試合では出しました。その高いハードルの高山選手との防衛戦を退けて、これに迎えた秋山との防衛戦9度目です。もうすでに秋山の胸板は前に跳ね上がりました。エルボーと逆水平の打ち合いです。デビューした時この小橋の逆水平チョップを片膝をつきながら胸を出して耐えた、あの12年前のデビューの時の若き日の秋山の姿が蘇ってきます。今ここで倒しました。ケフさん、どうですかこの打ち合い。ストロングプロレスというのを感じますね。本当にそうですね、気持ちの強さを出してきたこの領域ですが、あのチョップをさ、一試合受けるともうその後、血痰が出てくるんですよ。あ、そうなんですか。本当ですか。毎回あいつとやると血痰生えてるもんね。そういえば、そうなんですか。高山さん、以前あのコーナーで下った時、もうやめてくれよという気持ちになるとおっしゃってましたよね。キッチンシンク連発でします。そして、河津掛けから河津を、いや、かわしてった、さあ、挟んでった膝十字に持っていきました。高山さん、やはりこういった動きの切り返しですね。ないよね、そういうのはね、ここでもうちょっと角度が変わればもう膝が危ないけど、はい、今そうですよね、小橋は一生懸命ディフェンスしてるんだと思うけど。ですよね、いつもだったらそこで河津落としという流れなんですが、そういった細かい動きをしっかり読んでいました。そして今これかかとも決めてますよね、いや今かかとを持たれたから危ないですよ。ですよね、これね、がっちり決まってしまったら危ない、ま、なんとか今サードロープを手繰り寄せました。ただ高山さん、この両者が、まあ、チョップにしてもエルボーにしても全く一発も避けないんですよね今日は。ねえ、嫌な趣味だねもうこれは真っ向勝負。なんか2人で喜んでるんじゃないのそんなにやりますかとか言ってさあしかしここで監獄ロック式に捉えた。こうやって膝をじわじわと攻めていきます。ここから首を捉えていきますとあの変形のフロントネックロックということになりますが、簡単には小橋も捉えさせません。チョップで今毛先が一発頸動脈に入りました。若干の根負けは秋山か。なんと小橋は膝を固められながらも頸動脈へのチョップで逃れました。今のはね、はい、秋山が抜きにならなければ、はい、小橋は逃げられなかったはずなんだよね。今足はかなりの角度で入ってましたよね。あの足はね、そんなに痛さは大したことないんだけど、はい、本当に動けなくなるんですよ。そうですか、ただ掛布さん見てましてもね、やはり秋山も小橋の顔見ると向きになっちゃうんでしょうね。でしょうね、分かりますよ、やっぱりそれ、ね、俺もなるもん向きにさあここから久しぶりに公開するバーニングソード、やっとなんと野本に振り下ろした。
ちょっと掛布さん、あれはあれですか、高山さん、今のえぐいっすね。えぐいですね、ちょっとあれでもし死闘がそのまま下まで行ったらもう KO だったんじゃないですか確実でしょうね、うん、いやこれは先ほどの秋山の膝十字の切り返しといい、バーニングソードに行くのかと思いきや、あの喉元へのチョップ、ああそしてドラゴンスリーパーの要領で、うわまだいった、まだいった、ドームが恐怖に包まれました。竹内さん、小橋がこれだけ非常になっている姿というのも、首を攻めてるとなんか自分の最後の決める技に対する挙局のような、いや、やっぱり筋書きというか、筋勝利と一緒ですよね。ありますよね。当然小橋には剛腕ラリアットがあります。秋山が首へのダメージを貯めていればそれだけ一発で仕留める、そういった可能性が十分高くなります。フェイスロックで足を固定してのこのフェイスロックを持っていきました。先ほどの振り下ろした手刀、あの小橋のチョップで5万8000人超満員に膨れ上がった東京ドームが一瞬静まり返りました。小橋対秋山、過去の対戦は13回あります。小橋の方が圧倒的に、それはもちろん成績の面では優位に立っています。秋山はたった1回しか勝ったことがありません。また行くのか、3発目か、行きました。高山さん、やはりちょっと今日小橋違いませんか。なんかね、なかなかこういう非常な攻めっていうのは最初のうち出さない人なんだよね。そうなんですよね。さあ垂直落下で持っていくのか、長いブレインバスターで持っていくか、抱え上げられません。巻き固めの体勢は秋山、引き返した、安い兵です。絶対王者小橋が優位に試合を進めている。エルボーを打っていく秋山、安い兵で返す。しかし秋山一発たりとも避けません。よろめきながらも避けようとはしない秋山純です。この音だけでも東京ドームがグッときします。小橋健太は本当に膝を直してからチョップの威力が上がりましたよ。そうですか。ただそれを今奥歯を噛みしました。腰をちゃんと落としてるじゃないですか、はいはい、そうですよね。バッティングでもスイング、ね、下半身が、ね、はい、相当同じで、前は下半身使ってなかったから、なるほど、うん、すごい倍増しますよね。軸の回転も十分なこの小橋のチョップですが、体勢をなぜか立て直せるのはこの秋山のその気持ちの強さ。逆水平チョップを振り下ろした、腕を固定した、ローリングをかわした、エルボーだ。さあ今度はロープに走った秋山、またしても迎撃はチョップ、ラリアットはかわして、ショルダーを顔面で膝で捉えました。秋山竹内さん、やはり今日は全く予想のつかない、なんかね、この切り返しですね。野球で言うとね、エースと4番の対決ですね。引けないんですね、お互いにも。そうですね、竹内さんと江川さんの対決を見てるかのような、もう変化球は投げられないんですよなるほどまっすぐしか、さあ、うん、しかし今エプロンサイドで持っていこうとしているのは秋山、投げるのか、おやー、ここで DDT です。この角度で今高山さん、これ脳天と肩のあたり、首筋もいっちょっとね、角度が変にずれた分首が危ないですね、これはね。そうですよね、うん、かえってまっすぐ落ちた方が安全かもしれない、ただ本当にわーっと、これはひょっとするとカーフブランディングの体勢だ。手下がり持っていった、カーフブランディング、小牛の焼き印越し、あっちのお客さん羨ましいね今度こっちでやってくんないかね。いやいや、まあ、お客さんはね、目の前に小橋健太が飛んできてしまいましたけれども、あまりにも強烈な非常に厳しい攻撃を目の当たりにしました。リングの中に小橋を戻しました。あ、まだ行きます、まだ行きます、ギロチンだ、持っていくのはセカンドロープ、セカンドロープだ、膝を落とした。ドームのビジョンにも今この映像、悲惨な映像が映し出されました。さあ今一度、いや、竹内さんも秋山も散々首やられましたから、倍返しできましたね。何か徐々に最後の技が見えてくるような感じがするような攻めですよね。高山さん、これ秋山が狙うのは当然フロントネックロックということになりますよね。
ぱり人間の急所はやっぱりここに集中しますから、はい、あの頭ですか、うん、首の辺りそこには行く、あ両者が集中しました。秋山が距離を取っている、足でいった、ちょっと膝を当てました。今溝落ちのあたりでしょうか、ね、腹あたりで行きましたね。ちょっと今深いところまで入りました。秋山の膝、小橋にとっては今回が9回目の防衛戦、そして自らも認めるように4月の高山選手の防衛戦を終え、今迎えるノアの中の最大の難敵であります。2人にとって今日は覚悟の試合なんです、小橋はそう語りました。そして一方の秋山は腕一本足一本は惜しくはありません。この12年間のプロレスキャリア全てを今日のリングで見せます。次のシリーズの開幕戦にはいられないかもしれない、でもそれでもいいんです、そう語った秋山純です。前回の対戦は2000年の12月有明コロシアム、試合には負けた秋山ですが、小橋健太は最高、あの人がいるからノアが最高なんです、秋山はそこまで語りました。高山さん、一選手と見てもこの小橋と秋山というのはやはり特別な間柄、そういう関係という雰囲気はありますよね。なんかね、いやらしいぐらい愛し合ってるよね、うん、ただそれはレスラーとして見てもちょっとジェラシーを感じるぐらい、いや俺はこういう世界あんま好きじゃないからいいんだけど、はい、まあそれはそれで、不安は喜ぶからプロとしてはいいんじゃないかと思うね。この特別な関係ってもので盛り上がれるからね、そうですね、うん、まあそれ以上のものをちゃんと2人は見せれるから、はい、だからいいんだと思う。そうですね、加藤さん、はい、秋山にとっては小橋がデビュー戦の相手なんですよ。なるほど、野球の選手バッターにとってもデビュー戦のピッチャーってやっぱり覚えてるでしょうからね、触れなきゃいけない選手なんでしょうね、やっぱり。そうでしょうね、と思いますね。そうでしょうね、今日の試合でも何度も見られた秋山が胸を出してそのチョップを耐えるというシーン、それはデビュー戦でも見られました。あの時に味わった痛み、その苦しみ、それがあったからこそ秋山はここまでプロレスを続けてきました。そしてこの秋山がいるからこそ小橋はチャンピオンとして1年4ヶ月にも及ぶこの防衛ロードを続けてきました。対立に振った、足で迎撃した、捉えた、前に落としました。本当に、あ、首を捉えた。さあフロントネックロックに持っていきました。まず今宵最初のフロントネックロックを、若干ロープ際ではありますが最初に決めた秋山純。これは大丈夫だね、まだ入ってないですか。これは大丈夫ですか、腕の手が出てるでしょ。そうですね、これを抱え込まないとということなんでしょうが、まだ先にまず行って、あ、抜けました、抜けました。今までこの小橋のこのフロントネックの切り返し方というのは初めて見ました。頭をすっぽ抜きました。小橋にとっては今日は覚悟の試合です。プロレスを守るため、そして秋山との約束を果たすために今日のリングまでベルトを守ってきました。肩越しのあたりにエルボーを振り下ろします。青春の握り拳、オレンジのタイツから黒に変わった小橋健太、そして冷徹の白に変わった秋山、痛いぞ。助走をつけての膝が入りました。小橋がチョップなら秋山は膝が行きます。さあダブルアンドレで顔から落とした。一つ一つの技に重みを増して、そして自らのデビュー12年前のあの痛みを恩返しという形で返していきます。秋山純、後ろからエルボー振り下ろした。さあまだ残っていった秋山、ツーカウントです。さあもう一回、さあフロントネックロックに入りました。さあ今度は腕をしっかりと抱え込んでいるようです。入りましたね、中山さんね、今両手組んでますもんね。入ってますね。今度はリングの中央、ポジショニングも完璧です。フロントネックロックに入った秋山純、自らが一番超えなければいけない存在、それが今目の前にいる GHC 王者小橋健太。3年7ヶ月ぶり通算14度目の対戦、そして今小橋の肩から力が抜けました。力が抜けました。力と同時にあるいは魂を抜けてしまっているかもしれない。高山さん、ちょっと危ない状況に、目は大丈夫ですが、うわ、竹内さん、こんな切り返し方見たことないですよ。ただの2人のプロレスはちょっと怖いですね、見てて、高山さん、1レスラーとして見てここまでの流れ、今中盤には来てると思うんですが、
どうですかこの流れは。まあここはまだ2人にとっては当たり前というかね。そうですか、当たり前ですか。俺はだってあそこまでね、試合前のインタビューとかで盛り上げたんだから、これで終わったら俺は許さないよ。なるほど、上を行かないと。俺は乗り込んでもらえるこれはもう1レスラーとして、1リングサイド2人間として、高山選手、あーっと今捉えています、捉えています。ヘッドロックで捉えたまま、小橋がバックドロップで投げられながらも、その顔面をヘッドロックで締め上げました。デビュー戦の時もこうやってプロレスの基本技一つ一つを秋山に叩き込んでいきました。ロープに振っても離しません。力が抜けていくのは今度は秋山。高山さん、こういった基本的な技ではありますが、がっちり入ればこれも相当効きますね。これはね、本当にもっとねじったらね、首がねじ切れるようなもんなんですよ。ましてこの太い腕ですから ね、さあカバーに行きます。まだ締め上げていきます。ふわー、いやちょっと今秋山の、これが今一番危ない状態、ね、危ない状態ですか。背中がリングについてるから、はい、動かせないんですよ。そうです、それで首だけ回っちゃうですね。そして今体重を浴びせましたね。そのまま今まさに剛力をこの秋山の首の周り、頭の周りに締め上げていきました。小橋健太、危ない危ない。秋山にとって対小橋は1勝10敗に引き分け、ノアになってからは1勝1敗、迎えるノアのリングでの3度目の対決。バックドロップで切り返せません、切り返せません。高山さん、こういった執念ですね一つ一つ、ね、こういったビッグマッチになればなるほどですね、こういった地味な一つの技というのはまた大きな意味を持ってきますよね。ああ、こういうのは大事なんですよ。やっぱね、こういうところで勝てない人は、これがうまくできてないんだろうね。あ、なるほど。やっぱ基本ということですか。やっぱ大技は結構真似すればその格好はできるんだけど、はい、こういう細かい技は本当にもう毎日の練習じゃないと身につかないから。そうですね、そして掛布さんね、秋山も小橋も、まあ、くしくも同じことを言っていたんですが、大きいこのドームという舞台、大きな投げ技を使おうという話があったんですが、一転してこういう技なんですね。やっぱ基本がやっぱり一番底辺のプロレスなんです ね。それがなければダメだと思うんですね。うわー、いた、投げる、スイーパースープックス、小橋地味かと思えば一転この投げ技、一つ一つの技が秋山の魂を蝕んでいきます。その前にそびえる絶対王者小橋健太、連発で打っていきます。高山選手の表情も曇るこの連発のショップ。いくぞ、しつこいな、しつこい、打ちも打ったり、小橋健太も耐えたり、秋山純本当に行っちゃってるって感じ、よくぞここまで打ちました、耐えました、小橋と秋山。そして恐怖のエプロンサイド、先ほどはスリーパースープレックスを見せました。そして今度もまたしても、あるいは投げてしまうのか、まさか、これですか、投げるのか、え、まさかこの位置から垂直落下式ブレーンバスターなんてことは、ここで垂直やったらやばいね、人間としては道徳上考えられませんが、わー、上がった、上がった、わー、うわー、上がってしまいました、投げてしまいました。そこまで非常になれるのか、かつて日本武道館で小足をタイガースープレックスで投げた三沢の姿を見ました。高山さん、食らってしまったレスラーの気持ちを代弁してください。これやだね、これはね、小足も相当きついんだよ、投げた方も、投げた方もだって上下で落ちてるんだもん。小足は今血を吐いています、ほら、小橋は今口から出血、だから相手を投げることばっか意識して、はい、自分の受け身を取れてなかったの。だこれがこの後どう響くかだよね。ですよね。秋山純は投げられることを警戒してるから、受け身をちゃんと受け身は取って、まあそれでもダメージはある、ね、だからかえって小橋健太の方が
やったことないから、はい、余計その衝撃にびっくりしてる。なるほど。今明らかに投げた拳は投げ終わってから胸を抑えました。そしてうつ伏せになった瞬間に血を吐き出しました。しかしその視線はただリングの中に戻ることのみを見つめます。5万8000人、超満員に膨れ上がったノア初の東京ドーム大会のメインのリング。しかしリングの中には今2人はいません。血を吐きながらもベルトを守るため、プロレスを守るため、そして秋山とのこの勝負を何よりも3年7ヶ月待った小橋健太の思いが今リングの中へと足を戻します。きついですねこれ。よく戻りました。今確かに小橋は血を吐きました。投げた小橋にそれだけの覚悟を持ち、そして受ける秋山もそれだけの覚悟を持ったこの試合、両者リング上のクアウト、リングに戻るのが精一杯の体力でした。92年9月17日後楽園ホールのセミファイナルのリングでこの2人が初めての遭遇を見せてから12年、この2人がプロレス界の頂点としての戦いを今リングの中で2人だけの世界を解禁しました。血を吐きながらもカバーに行った小橋、肩を上げるのは本能か。本能ですね本当に。それ以外これ高山さん考えられませんよね。いやでもね、意識はあるんですよ。意識はあるけど今首から下がついてきた、もうついてこない。そしてみんなで恐怖の時間も投げるんですか。ハーフネルソンで、うっそ、ハーフネルソンで投げました。ハーフネルソンスープレックス投げっぱなし。肩を上げた秋山純です。 GHC のベルト、初代王者は三沢光晴、その三沢を破ったのは秋山。その試合を放送席で見つめていた小橋健太はその姿を頼もしく見つめました。投げるのはエクスプロイダーか秋山純。ローリング手下げに垂直落下で来るか、抱え上げて、ああ前に落とした、前に落とした、前に落としました。久しぶりに見せるオレンジクラッシュ。徐々に徐々に12年前の記憶が蘇ってきます。すごい試合ですねこれ。来てましたね。すごいです。もう高山さん、ここからはクライマックスと見ていいですね。ちょっとね危ないね、目離せないですね。血を吐きながらもその目はしっかりと秋山を捉えている。立てと今声をかけた。ラリアットを打った。ラリアット後半の振り抜いた小橋。うわ、返すのは秋山のプライド。ベルトを持って小橋の復帰を待ったのは他ならぬこの秋山純。三沢を破って新時代宣言をしたこの秋山です。思えばノアの旗揚げは秋山がこの小橋を死ぬ落としてから始まりました。口に血が滲んでいる小橋健太、抱え上げて、さあまさかいきなり、いきなりの名乗る式なのか。さあ抱え上げる、バーディーハンマー、秋山にわーっと来ました。バックアウト、ジャーマンが投げ捨てました。助走を取った、わー左行った、シャイニングウィザードで膝を打ち当てました秋山純。高山さん、見せようとしましたよ小橋は、あのバーニングハンマーを、ね、まだまだそこまではね刺さらんないって感じだよね、純もね。そうですね、うん、これもう秋山さん回復してきてるんですよ。いや相当厳しいけど、ここでやらなければ終わってくださいよ、返せられない。なるほど、先ほどのブレンバスターのお返しを、今度は仕掛けの秋山だ。投げるのはエスプロイダーか、なんとエプロンから、エプロンから投げてしまうのか。ああ小橋耐えました。手下げにショックです。あ、体力は小橋に残っているか。打つのは何やるんだ、なんだなんだ、え、手下げるチョップを離して、しなくてはならないのか。ここまでしなければ小橋と秋山は語れないのか。
さん、レスラーですから当然やられれば返します。ただ返し方が尋常ではありませんでしたね。まあ先にあれやられたからね、やり返すんだったらこれしかないよね。そうですね、竹内さん、はい、投げられた小橋はさっき自らが投げて血を吐きましたよ。本当ですよ。そういう意味ではね、やっぱジュンはね、スープレックス系がうまいから、ちゃんと自分の体を返して、戻れるのか、戻れるのか、小橋と秋山、はい、2人にもし意識があればそれは奇跡的なことです。そしてそのまま試合が続けられればそれは人類として考えられないことです。秋山先に立った。地球規模の崇高なる戦いはやはり我々の想像の域を超えていました。カウントは18まで行った。小橋は帰れるか。カウントは残り1秒、戻りました。小橋健太、でもあれさ、足滑っちゃったらもう終わりだよね、あれね。もうギリギリでしたよ、うん、レスラーの方たちカウントってどうやって聞いてるんですかね。聞こえてるんですかね。聞こえてる時と聞こえてない時がある。そうなんですか、うん、ただ今小橋は秋山が先に帰ったから戻れた、そういった意識があるでしょう。2メーターを超えるあの高さから場外へのエクスプロイダーを見せた秋山、一気に形勢逆転。12年前、自らの体に叩き込まれたあの痛み、そして苦しみ、それは目の前にいるこの絶対王者小橋からベルトをもぎ取ることで最大の恩返しとなるのは間違いありません。後頭部を掴んだ、持ってくるのは投げ技かエクスプロイダーか、あるいはスターネスダストを狙っているのか。まずは一体エクスプロイダー、一発一発を返せることがもう我々の常識を超えています。図らずも小橋が語った二人にとっての覚悟の試合、そして秋山が語った腕一本足一本は惜しくない12年間の集大成と語った今宵のメインのリング、東京ドームの中央に位置したこの緑のマットから発するプロレスの素晴らしさ、プロレスの奥深さ、そしてプロレスが一番であることの秋山と小橋、この2人の表現を今秋山が最大の表現をしようとしています。サードロープ、セカンドロープ、小橋にとっての地獄が一歩一歩近づきました。投げるのはエクスプロイダーか、先ほどは場外で打ちました秋山純、トップロープに、トップロープに行ってしまった、投げた、小橋バックキュースか、分かりません、なぜ返せるのか全く分かりません。もう一度カバー、竹内さん、もう何が肩を起こさせるんですかね。考えられませんね。30分が経過しました。さあそしていきます、変形のフロントネックロック、足は完全に固定されました。そして今度は首を捉えれば完璧になります。手先にショップで返しました小橋健太、すごい指を捉える、しかしその指が無情にも小橋の前髪を掴んだ。高山さん、これしのげるかどうかはこれ試合を左右する大きな流れになりますよ、うん、ここで食らったら危ないよね。あ、危ない、そのシーンが入った。さあ変形のフロントネックロック、小橋をすでに前哨戦で何度も失神に追い込んでしまった。変形のフロントネックロックが入った。2000年8月6日シングルマッチで戦った2人はフロントネックロック、秋山が小橋を下すことで生涯初の小橋越えを果たしたことで、このノアの歴史、グリーンのマットの歴史が始まりました。ノアの新たな歴史、初の東京ドームのメインのリングで、そのちょっと横に流れた、あ、そうですね、流れました、そうですね、横に流れちゃう、これがまだ攻めてもの好きか、ね、足はがっちり固定している。ただ少しそのロックの面では高山さん緩くなりましたか。何聞こえなかった。あ、今この大歓声5万8000でしたね。歓声がすごくて聞こえなかった、平川が何言って。いや、すいませんでした。それだけの歓声が今まさにフィニッシュを迎えようとする秋山を後押しします。小橋が
9度目の防衛戦でまさに宿敵の運命の対決ともいえる秋山の前にその軍門に下るのか。変形のフロントネックロックを見せ決めるのは最後はドームにふさわしい大きな投げ技か。捉えた。さあリストクラッチだ。リストクラッチ小橋を沈める。リストクラッチ真っ逆さまに落とした。おお、5万8000人の場内ストンピング攻撃です。巨人戦でもここまで東京ドームは揺れません。本当、本当です。本当かな。本当です。本当ですか。竹内さんもそうおっしゃいます。さあこの2人の意地もすごいですね。これ何をもってこの試合の幕が引かれるのか全く想像のつかない。今リストクラッチを見せました秋山純。12年間の思いを感謝の気持ちを今小橋を突き落とすことで、さあスターレスダストに行く。スターレスダスト、スターレスダストは切り返して、さあ行きます。うわ、あばら行っちゃったかもしれないこれ。今のそうですね、うん、今ね詰まってあばら行ってるかもしれないですね。下手したら詰まってますよねこれ、うん、俺もこの間詰まったもん首が 4.25 武道館で今まっすぐ落ちましたね、うん、あのね垂直落下はね、危ないんですよ。あの上げきってないところで下ろそうとした、足がこの状態で落ちるんです。二人がかえって上げきったところの方が安全なって、さあ行った切り返した。アブレーソンが投げた。振り抜くのはゴーンか。エクスプローラーが上だ。これがこの人は秋山だ。この人は秋山だ。逃げることはしない。正面からのぶつかり合い。これが飛ばしたい秋山。ゴーン振り抜いた。嘘でしょ。嘘。二人のプロレスに感謝します。ノア初の東京ドームのラインのリング、2人は体いっぱい胸いっぱいプロレスを表現します。立ち上がる小橋健太。今残されたのはその右腕の力のみか、あるいはあの2000年12月に決めた秋山を沈めたバーニングハンマーか。握り拳からラリアット、首をかった。沈みません。秋山は沈まない。頂点に立つため、ノアの賞 GHC のベルトをその腰に巻くため抱え合えて、まさかあの4月以来あの4年に続けていたあのムーンサルト秋山の胸に叩き込むか。小橋が待った、小橋が待った。返しです秋山。これはもうプロレスを超えました。ノアのリングで見せました超プロレス宣言。コロシと秋山にしか表現できない3年7ヶ月ぶりのこの舞台、持てる技はその術は全部出し尽くして、その上でここからは魂の戦いです。コロシの顔が泣いている。顔をくしゃくしゃにしている。残されたその魂をあえて見せます。地球上で最も危険な技、盤石の体勢、バーニングハンマー垂直落下。我こそは通行なる絶対王者小橋健太。小橋にとって覚悟を決めたこの一戦、秋山をマットに眠らせました。胸から血を吐き出そうが、どれだけの投げ技を食らおうが、このベルトを守る、そしてノアを守る、プロレスを守った小橋健太。9度目の防衛に成功小橋健太。今そのグリーンのリング、35分34秒、バーニングハンマーを抜きました小橋健太。9度目の防衛に成功しました。高山さん、はい、まあここまでもういろんな攻防がありました、ね、振り返ってます一言聞かせてください。いや2人の体が心配だよ。その通りですね。いや本当に、
だってさ、この後もさ、しばらくちょっと休みがあってまたノア巡業するじゃん、はい、この2人巡業でなかったノアさ、やばいんだからさ、まあ、でもその2人がそれすら忘れるぐらいの試合を今、掛布さん今リングの上で見せましたよ。今日1日見ましてね、はい、プロレスの素晴らしさ、プロレスラーの凄さ、まざまざと見せつけられましたね。そうですね、素晴らしいです。この体勢です。今一度ご覧いただきましょう。秋山を下すにはもうこれしかありませんでした。感動しましたよ。本当にそうですよね。高山さん、はい、秋山は4年前にもこの技で有明コロシアム沈みました、うん、当然意識はしていたと思います、うん、でもやはりこの技で沈みましたね。ダメだったね、いやその前にね、もういろんなものがあったでしょ、場外に落とされたり垂直で投げられたりとか、はい、もうこの技一つじゃないんだよね。それまでに蓄積してるんですもんね。さっき影さんがおっしゃったように、もうあのヘッドロックとかが始まってるんで、なるほど、そうですね。そこから全ての戦いは一つ一つの技、無駄なものは一切やりませんでした。そして今 GAC のベネットとともにチャンピオンリングが贈られました。リング上小橋健太、35分を超えるこの勝負、9回目の防衛に成功し、そして今一度プロレスラーとしての誇りが存分に詰まった GAC ヘビーのベルトが小橋の腰に戻りました。4周年を迎えますこのプロレスリングのは、初の東京ドームメインのリングでそのベルトを守りました。12年間のプロレス人生の集大成をこのリングで表現しようとした秋山、当然表現は尽くしました。そして今傷んでいる秋山、そのセコンドをあえて全員どけました。そしてまた小橋と秋山、2人にしかわからないこの空間が出来上がりました。我々はこのカメラを通してこの2人を垣間見たいと思います。12年前とその立場は違えど、この2人の握手、そのお互いの体の中を流れた血の熱さはおそらく変わっていないでしょう。腰に戻った GHC のベルト、ベルトは取れなかった、しかし12年間の全ては出しました秋山。さあ間もなくリング上では勝者小橋健太のインタビューが始まります。小橋が今息を整えられるかどうか。さあ一っ子一人帰らないこの東京ドーム、5万8000人が見つめる勝者インタビューです。小橋さん、今秋山選手が引き上げます。秋山さんに一言お願いします。純、お前最高だよ。改めまして、我々だけが本物のプロレスを見ました、見事防衛に成功、小橋健太選手です。小橋さん、この小橋コールを聞いてどんな気持ちですか？プロレスやっててよかったです。そして一番やりたい相手と言っていた秋山選手を破ってのこのベルトの感触、いかがでしょう？プロレス最高です。どうもありがとうございました。最後に小橋さん、今日この大雨の中このドームに駆けつけた5万8000超満員このファンの皆さんに一言お願いします。マイクを預けます。みんな本当にどうもありがとう。東京ドームで V9 達成、小橋健太選手でした。みんな本当にどうもありがとう。すみません、氷を削るのに、氷を削るのに、はい、大丈夫です。
秋山さん、小橋さんの最後の最高だよという一言が全てを物語っていたような気がします。いや俺は最低だよ、もう負けちゃったんだから、はあ、強い強い、やっぱり強い。まあ、いつまでもね、壁があるってことはいいことです。これぐらいまで来てね、まだ高い壁があるってことはいいことです。まだプロレス楽しめそうです。改めて伺います、秋山純にとって小橋健太の存在とはどんなものですか？いや、高い壁であり、最高の先輩で最高のライバルです。自らの言葉からも秋山が最高であり、そしてプロレスが最高であるという言葉が出ました、小橋健太です。高山さん、それにしてもまあ一レスラーとしてご覧になっても壮絶な試合だったと思います。まあすごかったよね、振り返ってみて改めてこの小橋と秋山、今日戦った2人の姿を見てどうでしたか？いや、やっぱこういう2人がいるからこそ俺はフリーになってもここに来るんだよね。やっぱそういうことなんだろうね、今日改めて思った。高山さんにとっても小橋そして秋山、とても戦いがいのある男であるということなんでしょうね。それはね、やっぱみんなで離脱した時とね変わらないね、倒し合いがある男がいるからこそ俺はノアのリングに上がるんだなっていうね。その通りでした。つくづく今日思ったね。高山さんそうやっておっしゃいましたもんね、入団会見の時にね。改めてその姿を見た高山選手、そして竹内さん、プロレス大好きな竹内さんが見た今日の小橋対秋山、この二人だけにしかわからないプロレスがあるのかなと、なんか心の中で戦ってるプロレスですね。素晴らしいですよ。本当にそうですよね。相手を認めて合ってますしね。秋山の後ろ姿に純お前最高だよっていう、最高の褒め言葉ですもんね。ですよね。素晴らしいですよ。本当ありがとうございました。純は照れくさかったと思うちょっとね、さすがに顔を振り返ることはなかったんですが、自らが表現したそのプロレスこそが最高である、その格闘技の中においてやはりプロレスはプロレスである、その素晴らしさを十分に伝えたこの小橋と秋山、この2人にしかわからない、この2人にしかわからないからこそ3年7ヶ月もの空白がありました。しかしそれを補って余りあるこの3年7ヶ月の空白を感じさせない2人の、この2人の中に流れる熱きものを東京ドーム最後のリングで、メインのリングで感じることができました。勝った小橋とて十分に歩いて帰れるわけではありません。しかし自らが最高と表現した秋山を下したからこそ、自分はベルトを腰に巻いて胸を張って帰らなければなりません。今このベルトを巻く小橋健太こそがプロレス界の象徴と言っていいでしょう。そしてまたこの小橋の腰に輝くベルトをめぐって高山選手をはじめいろんな選手が狙ってくることでしょう。この小橋が腰に戻したその金色に輝くベルト、ノア初の東京ドームでノアのプロレス、小橋のプロレス、秋山のプロレスは最高であることを5万8000人は十分感じたことと思われます。おそらくはこの緩やかなストロークすら、このスロープすらも随分と長く感じているかもしれません。高山さん改めて聞きますが、こうやってこれだけの試合をしてベルトを巻いて腰に耐えれるレスラー、これはもうレスラー冥利に尽きることでしょうね。もう完全にいってるよね今小橋健太ね。もう気持ちの意識 も気持ちの意識もさ、全てまあでも最高の気分だろうね。もうね、今はね、これは何事にも変えられないところでしょう。この最高の気分をさ、そのままキープして、また俺がその気になるまで巻いててほしいね。おこれはまた高山さんにとっても当然倒しがいのある相手でしょうからね。 そして今5万8000人もう帰っている人はほとんどいません、この東京ドーム。そのファンの前に最後のベルト姿を今この東京ドームのステージ上で見せようという小橋健太です。秋山のことを純お前最高だと言った小橋健太、いや我々は今一度言いましょう、小橋健太あなたこそが最高です。ノア初の東京ドーム、そのメインのリングを務め上げました、ベルトを守りました、そしてプロレスを締めくくりました。見事にその腰にベルトを戻した小橋健太、9度目の防衛戦で
今ノアハズの東京ドームの幕が下りようとしています。秋山への感謝、ファンへの感謝、そしてプロレスへの感謝を胸に今小橋がベルトを巻いて下がりました。